ええ、梅雨前線の活動が活発化しております。この後も北陸西部から山陰地方にかけては、大雨の降り方ですね。雨の降り方に対して警戒を続けてください。現在の雨雲の様子をご覧いただきましょう。この時間なんですけれども、あ、梅雨前線に沿うような形で、今、東西方向に活発な雨雲が出ております。山陰地方は島根半島のあたりですね。そして北陸の西部はこちら、福井県の嶺北や石川県の加賀地方。こういったところに。 かなり活発な雲が出ておりますでこの雲ですけれども昨夜遅くの段階は特に石川県を中心にかかっておりました、えー、この段階でまあ顕著な大雨に関する情報が石川県や富山県の方に出たんですけれどもその雨雲が現在南下してきている南の方に下がってきているという現状になりますでこの雨雲による雨の強さですけれども、えー、3時50分までの1時間では 福井県の嶺北や石川県の加賀地方そして 島根県内で30ミリ前後の激しいい降りりとこうっった状況になっておりますで昨夜からの雨量も相当まとまっておりましてこちらが24時間雨量ですけれども石川県の河北市で206ミリに達しておりますまた秋ヶ島あこれは富山空港ですね205ミリぐらいそして上市町も206.5ミリなど富山県と石川県で集、まあ、中豪雨とこういった形となっています福井県内でも雨量がどんどんん 挟んでおりまして、このように150ミリを超えたところが出始めました。まあ今も1時間に30ミリ以上の雨が降っている状況なんですけれども、この後は、 雨雲、あまり位置が変わらない恐れがあります。雨雲の動きを見ますと、ご覧の通りですね、バイオ前線があまり南の方に下がりきらないような状況でして、まあ、西から東に向かって次々と雲が流れ込む、こういった状況が継続をする見込みです。山陰地方から北陸西部、そして岐阜県にかけては、雨雲の発達による、 場合によっては非常に激しい雨ですね、えー、時間50ミリを超えてくるような非常に激しい雨に対して警戒を続けてください。さらにこの後です 大きく見ますと北陸に関しては雨のピークはまあ大体午前9時ぐらいまでということになりますただし、日中も強い雨がまだ降りやすいですさらに山陰地方は今日の日中にかけても断続的に激しい雨となる恐れがあります、まあ、前線の位置があまり変わらないということになって同じようなところで雨が長く続く恐れがあります。でさららにですね現状こちら 土砂災害の危険度を見てみますと、今は富山県や石川県の加賀地方、そして福井の嶺北で紫色まあ、危険レベルが広く出ております。えー、まあ、土砂災害警戒情報の発表のまあ目安になってくるようなまあ、レベルなんですけれども、こういった範囲が日中帯、さらに拡大をする可能性があります、えー。斜面などこの危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。えー、また。 川の情報ですね。こちらは指定河川洪水予報。まあ、大きな川を対象にしたまあ洪水予報ですけれども、えー、現在富山県を流れる小矢部川。えー、こちらの方が氾濫危険情報です。まあ、いつ氾濫してもおかしくはないといった情報になっております。えー、さらにこの川、まあ、他の川もですね、まあ、水位がさらに増加をする恐れがあります。えー、まだこの後の大雨の情報にどうぞ十分お気をつけください。 最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。